海へ潜れダイバーよ。肩書き、海パン野郎。ポケモンやん。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。お、元気かーいな。たまにはこうやって文字で語り合うのもいいもんだよな。普段言えないことも文字なら書きそうな気がするもんな。って、おいら大体何でも喋ってるけどさ。アスリートの間ほより。文字で語り合うというのは。これ、七夕の笹は何もないんかな？お？読める。なになに？いい匂いがする短冊には、レッドカーペットへの夢捨てたわけじゃないと書いてある。いい匂いがする短冊？多分女子力高い子が短冊にコロンかなんかつけたんやねん。レッドカーペットへの夢。これ何回調べても同じ。なになに？赤い短冊には大きな家に住めますようにと書いてある。おー。もしかして島のみんなのをここに飾ってあるんかな？黄色い短冊には皆さんが幸せになりますようにと書いてある。ルーシーとか書きそうじゃない？折れ曲がった短冊には足が速くなりますようにと書いてある。折れ曲がった。誰やろ？アイダホとかかな？アンチョビとか。金色の短冊には毎日元気に過ごせますようにと書いてある。多分いい匂いがするやつはね、モニカとかやと思うよね、きっと。ピンクの短冊にはアイドルになりますようにと書いてある。あ、でもどうやろう、ライオネルとかもありそう。今のがモニカかな。青い短冊にはジジ臭く見られませんようにと書いてある。ジジ臭く、誰だ。カジローとか。お、ピンクの短冊、お、もう一周した感じかな、これで。いやね、一周したっぽいね。こんな感じ。なんかいろいろ見れた。面白い。で、なんか、まあね、どの島の短冊も同じような感じかもしれんけど、でも自分の島の住民としたら誰が書いたかなって当てはめていくの面白そうじゃない？僕の心の声が届いたのかな？待ってたよ、アイナくん。お話ししよう。今日は気持ちよく晴れているね。まるで太陽が祝福しているようだ。仲睦まじい僕らを、まさしく。あれやんね、七夕やけん。ん？あれは、何ある？なんか見たことない虫が歩きよる。え？何やれ何やれ、捕まえたい。待って。誰君？なんだこれ？ん？これは、オーセンチコガネを捕まえた。メタリックな輝き。オーセンチコガネ。なんだそれ、聞いたことない。お、シャンクーが。ってことは、これも含めて、寄贈に行きますかね。一応動画外で海に潜った時にも、また新しい海の幸をゲットした件。あら、皆さん、ご機嫌いかがなのだわ。世間話でも。午後の予定はと、この時間に予定を整理しておくと、一日無駄なく過ごしそうね、なのだわ。そういえば、カンカンカンって言ったので気づいたけど、私まだ草履を履いたものだったのね。まさかのこの格好で。でも、草履履いて、海って、沈みそうじゃない？そうでもないのかしら。あんね、これ新しいやつ。ガザミと、シャコと、ウニ。この三つを、お金稼ぎの時に、ゲットしたけん。私は今から、さっきの、なんとか小金。オーセンチ小金か。と共に、寄贈してきます。さあ、ってことで。まぁ、ちょっとおかしな格好をしているけども、私。何かいいものない？いらっしゃい！ゆっくり見てってくれよ。ピエロの靴やって、ピエロの靴。いいね。春の水玉ショルダー。これめっちゃなんか、エコバッグ感満載じゃない？マルチブロックソックス可愛いんやけど。買いたい。買います。よし、来た。オッケー、オッケー。あれ、通学カバン？通学っていうか、通園カバンみたいな感じに見えるけど。ハンプショルダー。全然違った。なんかさ、幼稚園のバッグとかあんな感じじゃない？いや、まああれか。最近っていうか昔からなんかな。私服のところとかも多いもんね。私、幼稚園もさ、全部制服やったし、カバンとかも幼稚園のカバン決まっとったけん。あら、おはようございます。一日の始まりは挨拶からですね。よ。
お話しして。今日は天気も良くて、まさしくお散歩日和ですね。よ。良き日だね。うん、めっちゃ天気も良い。ん、今飛び寄ったのは？アゲハか。待って、向こう岸にいたアンチョビのところへも行きたい。あ、ここにも。ここ。化石を掘り出した。おっしゃー。ちょっとあのね、この間のアップデートできた、海賊ジョニーにも会ってみたいんだけど、最近ジョニー自体おらんかったけんな。よ。はい、メッセージボトル。これを拾ったラッキーな、あんた。テレビのコマーシャルやってる時って超暇じゃん？その時にレシピがひらめいたの。瓶の中に入れておいたから、絶対見てね。あたいの傑作。思わずヘビルトしたくなっちゃうよ。個性がキラキラ、知恵利より。豚の子か。ダンボールソファー。ベッドだけでなく、ソファーまで。ダンボールソファーのレシピを覚えた。なんかあれやね。砂浜でこれ履いとったらめっちゃサンダルっぽくも見えるな。ビーチサンダル。アンチョビどこ行った？あれさっきこの辺元気に走る、あ、おったおった。自宅に入っていくんかと思ったわ。わーい、アイナくん。世間話でも。今日の空は雨も降らなそうだし、お日様もお月様も喜んでるかなってし。いいね、可愛いことよね。てかみんなさ、あの、七夕の話はしないの？え、今日、七夕ですよ。みんな。なんで、何事もない感じで。マミーさん、マミーさん。なんか最近マミーさんずっとなんか作ってるんだけど。せっかく来てくださったのにお構いできなくてごめんなさい、ダフン。あれかな、ちょっと創作意欲が、かき立てられているんだろうか。ふと思い立ったんで、ハリボテの行き先を作ってるんですよ。ついついのめり込んじゃって、DIY と欲が深いんですね。ハリボテの生き垣？子供が喜ぶんかな？ごっこ遊びとかに。どんな感じ？ハリボテの生き垣。なんか良さげじゃない？ハリボテってさ、なんかあの草みたいなやつしか見たことない気がするけど。生き垣もあるんすか？ハリボテシリーズみたいなのあるんかな？あ、これあれやん。カジローの家にあるやつやないん。これ、生き垣やったんや。なるほど。じゃあね。ね、なんか子供が喜んでさ、なんかこういうので、劇の練習とかに使えそう。誰が劇するんかは知らんけども。あ、ちょっと待って。んー、あ、モニカが。座ってコーヒーしたりとかしないですか？おはよう。あは。話に来たよ。知名度アップのための顔見せ散歩は、ついさっきミッションコンプリートしたよ。下積み時代って大事だからね。あは。やっぱりあれかな。モニカやったんかな。ブロードウェイ。違う。ねえ、どうした？あ、アイノさん、ちょうどよかったです。私、うっかり間違えて、ワークアウトトップスを二つも買っちゃって。ワークアウトトップス、何それ？どうしようか悩んだんですけど、よかったらもらってください。よ。ほうほう。着てみよう。もし不要でしたら、アイナさんの好きにして構いませんからね。よ。これか。こんな感じ。めっちゃ運動するって感じやね。なるほど、そういう感じのものか。はい、ということで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますのでそちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。あれやね、みんなのその短冊の願い事が見られるのはいいんやけど、なんかそこに自分も書き込めるようになったりとかしたらいいのにね。